ペリー軍はアメリカ合衆国入りの異州の南部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は22,350人であり、2000年の233,094人から3.2%減少した。軍庁所在地はピンクニービル市であり、同軍で人口最大の都市はドゥコイン市である。ペリー軍は1827年に、 ジャクソン軍とランドルフ軍の一部を合わせて設立された。軍名は、米英戦争中の1813年、エリー湖の古城戦で、イギリス軍に対し、決定的な勝利を挙げた、オリバー・ハザード・ペリーにちなんで名付けられた。ペリー軍の初期には、内陸開拓者の基地になっていた。アメリカ独立戦争の大役兵で、土地特許を持っていたものなど、初期開拓者は、 アメリカ合衆国東部から移住してきた。主にプロテスタントだった。1850年代に2つの要因で成長が加速された。一つはイリノイセントラル鉄道が軍東部を通ったことであり、もう一つは大量の石炭埋蔵が発見されたことだった。アイルランド、ポーランド、ドイツ、イタリアなどからの移民が到来し、1850年から1920年代まで、 着実に人口を増加させた。南北戦争の後は、アフリカ系アメリカ人が北に大気を移住してきた。工業は1990年代まで主要な雇用種で、あり続けた。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は446.95平方マイルであり、このうち陸地十一点七六平方マイル、水域は点一九平方マイルで、 水域率は1.16%である。ペリー軍はイリノイ州南部にある。軍庁所在地のピンクニービルは軍の中央にあり、セントルイス市からは南東に約70マイル、シカゴ市からは南西に約300マイルに位置している。ミシシッピ川は西と南西を流れ、最も近いところで約10マイルである。軍の地形は外して平坦であり、うねりのある丘陵がある。 東隣のフランクリン軍との軍境の一部はマット側になっている。防空クリークが軍内を南北に流れ、ピンクニービルの東を通っている。軍内には石炭を露天掘りした後に残された多くの湖がある。現在レクリエーション地域となっているドゥコイン修立祭事場とピラミッド修立、レクリエーション地域にある湖はこうしてできたものである。近年、 群長所在地であるピンクニービル市の平均気温は1月の下市22度から7月の下市90度まで変化している。過去最低気温は1912年1月に記録された下市22度であり、過去最高気温は1934年7月に記録された下市113度である。月間降水量は2月の2.61インチから5月の4.81インチまで。 変化している。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ペリー軍は下記27の軍区に分割されている。軍区は通常のタウンシップではなくプリシンクトが使われている。このような軍は州内に17ある。ありがとうございます。